はようございます。左利きのクラカと申します。昨日は10月27日生まれさんのお誕生日おめでとう配信を企画しておりましたが、またですね、パソコンの不具合により中止となってしまいました。大変申し訳ございません。10月27日生まれさん並びに祝福に来てくださっていたリスナーの皆様、大変申し訳ございませんでした。昨日の不具合について分かる範囲でご説明させていただきます。昨日は配信開始10分前ぐらいに配信の準備をしておりましたところ、突然パソコンがブラックアウトいたしました。で、その後は何の操作も受け付けず、強制終了もできない、でマウス操作も受け付けないという状況で、画面は真っ暗というよりもチャコールグレーのような、まだこう内部で何か行われているような状態で、ブラックアウトしていました。ですが強制終了ができず、まあ、しばらく待ってみたんですけれども、何の操作もできなかったので電源ボタン長押しで強制的にパソコンを閉じました。そしてその後再起動を行ったところ、すべての設定が初期化された状態で、電源がつきました。まあ、アプリ等には問題がなく、まあ、通常に X も開けたし、配信ソフトも開けたのですが、まあ、初期設定に戻っているということで、まあ、文字が大きかったりとか音量の設定が全てね初期化されていたりして、とてもね配信のできる環境ではありませんでした。私は結構通常ね字を小さめに表示しているので、いや初期設定ってこんなに字が大きいんだっけって、とてもねびっくりしてやりづらかったですね。ただ配信ソフトや V モデルを動かすアプリ等がね消えてしまったわけではなかったので、なんとか1時間今日の配信だけ乗り切ろうかと思ったのですが、配信ソフトを一つ立ち上げただけで CPU の値が 100% を超えてしまいました。で、一度ね配信画面つけたんですけれども、かなりカクつきが多かったみたいで、その時ね来ているリスナーさんにも確認してもらったんですが、かなりカクカクの状態で、音もねおそらくねもう飛んで聞き取れないような配信になっていたみたいです。ですのでもうその時点で配信を中止とさせていただきました。アーカイブも残していません。で、その後ですね、配信できるかどうか、翌日以降ね配信できるかどうかのテストを行ったんですが、まあ、配信ソフトとあと配信ソフトのアプリ、それから V モデルを動かすためのトラッキングのアプリ、この2つがとにかく容量がとても大きいものです。で、この2つを同時に起動させると、まずもう PC が異常な温度に達して、しかも V モデルのトラッキングをするね、まあ、カメラから顔の表情を読み取るんですけれども、そこの遅延が3秒ぐらい発生してしまうというね、とにかくもう CPU が足らなすぎてまともに配信ができる状態ではなくなってしまいました。で、昨日ね、まあ夜中ですけどいくつか方法を試したんですけれども、原因が分からず、とりあえずですね、もうこれ以上
やってもね、自分自身が消耗してしまうと思いましたので、私も就寝し、パソコンの方もすべてね、 USB から電源、他につながっているコード、周辺機器のコードをね、すべて外して、私もパソコンも就寝しました。休ませていただきました。で、今朝ですね、システムの復元を行おうと思い、朝からね、復元しました。で、時間は昨日の夕方頃、はい、まだパソコンがね、クラッシュする前の時間帯のシステムに復元しまして、今のところですね、なんとか昨日のそのね、クラッシュする前の状態に戻すことができました。ただ何が原因でクラッシュしてしまったのかがわからないので、ちょっとね、今後も怖いのですが、一応少し気になるなと思っていたドライバーをいくつか削除してアンインストールして、もう一度入れ直し再インストールをいたしました。まあ、これで不具合が解消できたかは定かではないんですけれども、なんとか本日の配信はできるレベルになっているかなと思っております。本日は10月27日生まれさん、そして28日生まれさんの合同のお誕生日おめでとう配信を通常通り夜23時から行いたいと思います。これが、1時間またこのパソコンがね、クラッシュせずに問題なく配信ができるかどうかは本当にちょっとお約束ができないんですけれども、今私にできうる、最大のね、手段を講じておりますので、はい、本日頑張っていきたいと思います。先日もですね、音声トラブルということで中心にさせていただいた経緯があります。あの後もですね、いくつかドライバーを見直しをしたりとかもしたんですけれども、原因が解明できず、神頼み的な形で今後あのようなことがないようにと思いながら運営をしていたんですけれども、日を開かずにまたこのようなことになってしまって、大変申し訳なく思っております。どこまでこのパソコンとポンコツな私とのこの組み合わせでね、配信を続けていけるか未知数なんですけれども、現状ね、今すぐパソコンを買い替えるとか、はい、システムをね、大きく変えるっていうことがね、できない状況です。私自身が病床の身で今収入がない中で、今持っている自分のパソコンと環境と資金との中で、本当にね、少ない予算、少ないスペック、残念な人材で運営している当チャンネルです。はい、いずれね、私の認知度が上がっていって、こう収益化みたいなことになり、そしてね、まずは猫ちゃんのおやつ代、そしてパソコンのね、ちょっとした費用みたいなんが工面できるようになったら嬉しいなと、はるか先の未来ですけれども、そんな風に思っております。もう毎度毎度ね、お詫び配信ばっかりで、私も心が痛いんですけれども、
それでもね、こんな私とこんなパソコンなんですけれども応援していただけると嬉しいです。ポンコツな配信者とポンコツパソコンのこのね二人でお送りしていきます。これからもどうぞね、応援していただけると嬉しいです。私はもっとね、知識をつけてステップアップしていきたいと思います。もうパソコンの方はね、ステップアップはしていけないので、これ以上おかしくならないように現状維持に励んでもらいたいと思っております。はい、それではお詫びの配信とさせていただきます。改めまして、昨日の配信にお越しくださった方々、来ようと思っていた方々、大変申し訳ありませんでした。今夜もまた頑張ります。また今夜お会いいたしましょう。左利きのクラカでした。バイバイ。